室蘭市は、北海道中南部にある市。胆振総合振興局の振興局所在地。軽量特定市。明治初期、母親戦争で敗れた仙台藩の一門筆頭。角田石川氏の家臣団の集団移住により、現地の開拓が始まる。明治後期、日英三社合弁で、現在の日本製鋼所室蘭製作所。続いて、 現在の日本製鉄室蘭製鉄所が設立され、鉄の町として発展し、東北、北海道を代表する重化学工業、港湾都市となった。市内の工場夜景は新たな観光資源になっており、全国工場夜景都市協議会に加盟している。一方、測量山は渡り鳥の中継地として、これまでに200種類もの野鳥が観測されているほか、 ハヤブサの繁殖地になっている。また、ムロラン近海は、イルカクジラなどの海洋哺乳動物に出会える機会も、あり、イルカ、クジラウォッチングをすることができる。市名は、アイヌ語のキモルウェラニに由来しており、明治期の古称は、モルラン。太平洋と内浦湾の境に突き出した、エトム半島と半島付け根の砂草を中心に、市街地があり、 三方海に囲まれた馬蹄型の地形をしている。大英帝国の気候作家、イザベラ・ワードが室蘭を訪れた際には、とても麗しい湾の急峻な岸辺という絵のように、美しいところにある小さな町と評している。江戸も半島に抱き込まれた形となっている室蘭港は天然の良港になっており、港をまたぐ東日本最大の吊り橋である白鳥大橋を利用して、 市内を一周することができる。市東部を除いた平地の大部分は工業地で占められており、古くからの住宅地は沢沿いに形成している。一方、江戸も半島の外側は断崖絶壁が約1 4トル連なる風光明媚な景勝地になっており、日本放送協会によるテレビ番組ブラタモリでも紹介された。成リで知られる伊丹ン浜が、 日本の渚さ百選、春からもいます市浜、地球岬、とっかり所浜が、江戸も半島の外海岸として、国の名称、ピリカノカに指定されている。山地河川海岸当初1月の平均気温が低摂氏2.2度と、室蘭市より南に位置する函館市より高く、1月の最低気温平均値は低摂氏4.4度と、本州内陸部に位置する長野市とほぼ同じである。 結辺の気候区分では、西岸海洋性気候に分類される。北西寄りの風が多く、冬季間の風が強いのが特徴になっている。気象台観測路上は、江戸も半島の先端に設置されているため、海洋性の気候を強く受けており、夏季は冷涼、冬は温暖となっている。しかし、半島に属さない、乱北、乱東地区はより寒冷であり、 気温には数度の違いがある。胆振リ総合振興局の中では、苫小牧市に次ぐ人口になっている。かつては人口18万人以上を有し、人口密度も北海道内で最も高かったが、基幹産業とも言うべき新日本製鉄や日本製工所等での大規模な合理化のほか、比較的地価の安い周辺都市である、上別市や伊達市への転出。 トマコマイ市の発展や札幌市への位置、極集中化などに押されている。住民基本台帳による最大人口は1969年7月の18万3605人であり、以後は人口減少が続いている。1980年にはトマコマイ市が室蘭市の人口を上回り、2005年の国勢調査では58年ぶりに人口が10万人を割った。 ただし、2015年度の財政力指数は0.61と比較的健全であるため、過疎地域には指定されていない。消滅集落2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で人口零人の消滅集落となっている。室蘭港で石炭の積み出しをする、北海道炭鉱汽船、空地丸の絵はがき、室蘭市の歩み。 参照室蘭に和人が住み着いたのは1600年頃の、慶長年間にアイヌとの小取引のために、マサキ藩が、江戸も場所を設置したことによる。マサキ藩は、江戸地を数十場所に分割して、主な家臣に、事業地として分け与えた。室蘭地方は総称して、諸蘭場所と呼ばれていた。役所市長市民憲証、宣言室蘭市民憲証私たちは、 白鳥湾の美しい自然の中で、たくましく発展している公安図書工業の町、室蘭の市民です。私たちは、この町を愛し、市民であることに、誇りと責任を持ち、さらに豊かな未来を目指し、ここに市民憲章を定めます。昭和47年8月1日制定とし、宣言主義会同議会衆議院。 海外国内日本製鉄室蘭製鉄所、日本製工所室蘭製作所室蘭市の産業別従業者数は、第3次産業の割合が72.4%と最も高く、ついで第2次産業の27.5%になっており、第1次産業は0.14%となっている。第2次産業のうち、基幹産業である製造業は16.3%になっている。 北海道内の製造品出荷額等の市町村別順位は、苫小牧市に次ぐ第2位になっている。室蘭港は1872年に室蘭、森間に定期航路を開設したのが始まりであり、現在は国際拠点港湾になっている。港湾区域面積は1610ヘクタール、岸壁数は北海道内最多となる109バースを有しており、 先はモルフふや中央府島には、客船、練習船が入港する。港湾取扱い貨物量は、北海道内3位である。2002年に、間小牧港と共に、上脈物流拠点港に指定されている。二帯式防災施設を有し、内浦安全隊の防災拠点港としての役割を果たしている。2012年に、宿津江友地区と入江地区が、 港をアシスに登録された。第三種漁港の追事化漁港は、江戸も半島外海にあって、底引き網漁業や養殖漁業を行っている。新港区には、北海道立総合研究機構水産研究本部栽培水産試験場があり、2013年4月に沖合人工島が供用開始した。工業団地商業施設。 ショッピングセンタースーパーマーケット物流50音順新聞社放送局、電力ガス、室蘭工業大学生門認定子ども園保育所、保育園幼稚園に一覧東室蘭駅、東口室蘭駅道南バス本社、東町ターミナル白鳥新道道の駅見たら、室蘭廃止となった、貨物駅路線バス高速バス小型車初乗り運賃は550円。 中型車初乗り運賃は570円高速道路、国道道道航路かつての室蘭港は東日本フェリーによるフェリー航路が最盛期に5航路運航していたが、同社の経営悪化によって2008年11月までにすべて休止、廃止となった。旧室蘭駅社国指定市指定室蘭市には普段は一般公開していない企業施設がいくつかある。カオル山園は1909年に 栗林紹介の栗林五一たちが、政財界の品格をもてなすため、資材を投じて、建造した。随戦閣は、1911年、当時の皇太子の視察に備えて、日本製工所が、室蘭製作所構内に新築した、迎賓館であり、同館の命名を殿下にお願いしたところ、随戦閣の名を賜った。随担当は、年に、日本製所が、 日本刀の製作技術向上と保存のために建設した。地都市別会館は1940年に現在の日本製鉄が社員の交流の場や会議、来賓の宿泊施設として建設。現在は迎賓館として利用している。随尖閣と地都市別会館は我が国の近代化を支えた北海道三端地域の歩みを物語る。 近代化産業遺産群に認定されている。また、随泉閣、旧三菱合主会社室蘭出張所、旧室蘭駅舎などで構成している空地、室蘭、小樽の住鉄工が、日本遺産に認定された。室蘭観光推進連絡会議は、室蘭焼き鳥、室蘭カレーラーメン黒添いを、室蘭三大グルメと紹介している。室蘭焼き鳥は、豚肉と玉ねぎを串に刺し、 洋からしをつけて食べるのが特徴の焼き鳥。全国焼き鳥連絡協議会による全国7大ご当地焼き鳥の一つであり、ふるさと小包みにもなっている。室蘭市内のラーメン店では昔からカレーラーメンがメニューにあることが多く、これらを室蘭カレーラーメンとして発信している。黒添いは鈴木木木目バルカメバル族の魚。室蘭近海に生息しており、 開港130年、市政施行80年を記念して2002年、室蘭市の魚に制定。市立室蘭水族館で見学できるほか、市内の一部料理店では、黒添い料理を提供している。室蘭うずら園は、北海道唯一のうずら卵生産農場であり、うずら卵を使用した各種商品を販売している。母恋駅はその駅名から、母の日が近づくと、 母の日記念乗車券を販売しているほか、手作り駅弁の母恋飯売店がある。ボルタは、ボルトとナットを組み合わせた、体長5センチメートルほどの手作りボルト人形。女の子版は、一般公募により、ナッティと名付けられた。名誉市民参照50音順政治、放送、経済学術、文芸芸能報道スポーツ行政産業観光。ありがとうございます。